お母さん、大河にどのメモリを入れる？安いのにしましょう。私たちそんなお金に余裕ないじゃない。大河、これがあなたの USB よ。絶対なくしたり壊したりしないで。壊れたら死ぬからね。わかった。おい、何ギガ持ってんだ。え、こいつめっちゃ弱くない？俺はワンテロだ。はい、授業を始める前にこの授業は30ギガ1学期に使います。足りない人は出てってください。タイガー、お前大丈夫？お前が一番安いからな。なんで母さんは一番安いのにしたんだよ。お金がなかったのよ。しょうがないでしょ。こんなとこ生まれてこなきゃよかったよ。タイガー、何か私に聞きたいことはありますか？自分のギガ以上に情報入れるとどうなるんですか？そうですね、体がどんどん動かなくなって死に至る可能性もあります。隣のクラスのたかゆきみたいになっちゃうぞ。こら、てか容量足りなくなってるぞ。消すもの選びなさい。じゃあ、ギターの弾き方。はい、これでよし。な大変だよ、見てくれ。俺の容量のとこずっと回り続けてんだよ。なるほど。皆さん、明日全員のストレージが半分になります。どうなって、タイガー、あんた何してんの？明日で容量半分になるのよ。 USB 貸して。おい、聞いたか？誰かが100万テラバイト手に入れたやつがいるって。マジ？誰？ヤマトって知らない？あの生徒会長の。なんで？クラスの皆さん、今日は USB についてです。あ、先生、あの他の人の USB 挿したらどうなるの？その USB の持ち主のスペックに変わってしまいます。だから挿すときは本当に気をつけてください。5万円で1ギガ売ってるよ。あ、ごめんなさい。いや、こちらこそ悪かった。気をつけて歩かせて。ありがとうございます。なんであいついいやつなのか。俺の時代来た。タイガ、なんでそんなにギガ数持ってんだ？え、なんでだろうね。お前もしかしてヤマトのやつ奪ったんだろう。あ、そんなわけないだろう。大川タイガ、職員室に来なさい。ヤマト君から君に USB を奪われたと聞いている。違います。教科書がたまたま入れ替わって。言い訳は聞きたくない。こっちに来い。ちょっと、タイガ、タイガ、かわいそうにゼロにされて。ちょっと来なさい。はい、これあげる。あなたは誰？私はあなたのお母さんよ。お母さんって何？お母さんっていうのはあなたを一番に思っている人のことよ。お母さん一番思ってる。お腹空いたわね。サンドイッチ作ろっか。サンドイッチって何？いろいろ学ばなきゃね。おい、タイガがヤマトの USB 奪ったらしいぜ。そうだよ、それで10ギガしかないんだよ。サンドイッチ作ってあげようか。な、何言ってんだ。お母さん、サンドイッチは？じゃ、もらおうかな。お母さん、どうぞ。どうですか？すごく美味しいわ。もっと食べたい。お母さん。カズコ？カズコ！ほんとかわいそうよね。ほんとよ。息子がマヨネーズと間違えてガソリンを入れたなんて。多分自分が殺したって気づいてないわ。お父さん、お母さんいないね。お父さん元気ないね。サンドイッチ作ろうか？うるさい！母さんを死んだんだ、お前のせいでな。お前が死ねばよかったのに。ごめん、タイガ。そういう意味じゃなくて。お母さん、死んだ。僕のせい。お母さん、一番大事な人。僕のせい、死んだ、死んだ、僕のせい、僕のせい、死んだ、僕のせい。タイガ、やめてくれ！